ギジェルモ・フランコ、ギジェルモ・フランコ、ギレルモ・ルイス・フランコ・ファーク・ウェイソン、1976年11月3日大は、アルゼンチン・コリエンテス出身の元サッカー選手、メキシコ代表であった、ポジションはフォワード。1995年に c a ん、ロレンソ・デ・アルマグロからデビューし、主に右ウィングとして2002年までプレーした。 2002年の中頃にメキシコの CF モンテレに移籍し、アペルトゥーラ2002のアトランテ FC 戦でデビュー。アペルトゥーラ2004ではフォワードとしてプレーし、16試合に出場して15得点を挙げて得点王に輝いた。クラウスーラ2003ではリーグ優勝を果たし、2004年と2005年には準優勝した。 CF モンテレーでは4年間で57得点を挙げ、メキシコに帰化して、メキシコ代表入りを果たした。2006年1月、サンロレンソ時代の恩師であるマヌエル・ペレグリーニが、監督を務めるスペインリーガエスパニョーラ・ビジャレアル、CF と3年契約を結んだ。遺跡金は180万ユーロ、約2億5000万円であり、2005から06シーズンは、背番号99をつけた。 3月4日のデポルティーボ・アラベス戦でリーグデビューし62分にヘディングからフアンロマンリケルメの得点を演出すると82分には自らも得点した UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のアーセナル FC 戦セカンドレグでは惜しいヘディングシュートを放った二千八年一月二日コパデルレイ四回戦のドラスパルマス戦セカンドレグでは後半ロスタイムに得点し 2から1での勝利に貢献した。2月3日のレアルムルシア戦でも後半ロスタイムに得点し、リーグ戦3位浮上に貢献。2月21日の UEFA カップ FC 全2と、サンクトペテルブルク戦セ,セカンドレグでは75分に得点して勝ち期に望みを繋いだが、アウェーゴールを奪われていたために敗退した。その後もアスレティックビルバオ戦で同点弾を決め、FC。 バルセロナ戦で PK を獲得し、デバンテド戦での試合終了間際に決勝点を上げるなど好調が続いていたが、メキシコ代表のガーナとの親善試合で左太ももを負傷した。途中出場が多かったものの、2007から08シーズンは結果的に自己最多の8得点を記録した。2008から09シーズンは UEFA チャンピオンズリーグオールボービー系戦で決めた。 ボレーシュートが唯一の得点でリーグ戦では無得点に終わった。2008年9月17日のマンチェスターユナイテッド FC 戦ではアンヘル・ロペスからのクロスをヒールで流したがポストに弾かれてゴールはならなかった。UEFA チャンピオンズリーググループリーグ最終節のセルティック FC 戦ではガリー・コールドウェルの手を振り払ったことで一発退場処分を受けた。 2009年5月、契約満了に伴って、ビジャレアルを退団。ビジャレアル CF には3シーズン半在籍したが、度重なる怪我に苦しめられた。2009年夏の移籍期間中には所属クラブが決まらなかったが、9月11日、イングランドのプレミアリーグのウエストハムユナイテッド、FC と1年契約を結び、ウエストハムユーに在籍する初めてのメキシコ人選手となった。 9月25日には、クラブが破産の危機に陥っていることが明らかにされた。10月17日のストークシティ FC 戦でデビューし、10月31日のサンダーランド AFC 戦で遺跡後初得点となる、先制点を挙げたが、この試合は2から2の引き分けに終わった。2010年4月24日のウィガンアスレティック FC 戦では、スコット・パーカーの決勝点をアシストし、 FL チャンピオンシップ二部降格から遠ざかる勝利に貢献。彼自身はクラブ残留を希望したが、シーズン終了後の契約満了に伴ってウエストハムユーを離れた。2010年夏からの半年間は所属クラブがなかったが、2011年1月にアルゼンチンの CA ベレスサルスフィエルドと1年契約を結んだ。クラウス開幕戦の CA インデペンディエンテ戦の後半との交代で途中出場してデビューした。コパリベルタドーレスのカラカス FC 戦に先発出場して国際舞台に復帰した。この試合で肩を負傷して残りのシーズンを棒に振った。加入してからの総出場時間が30分にも満たなかったため、フランコはクラブのために怪我から回復するまでの自身の契約解除か量の返還を申し出たが、 クラブはフランコの申し出を拒否した。コパリベルタドーレスの準々決勝、クラブリベルタ戦で復帰し、4から2で勝利した試合で、ペナルティキックを決めた。クラウスーラ2011では5試合に出場、先発出場は1試合し、自身10年ぶりにリーグ優勝を果たした。2012年は、メキシコの CF パチューカ、アメリカのシカゴファイヤーでプレーしたが、得点を挙げることができず、 2013年1月29日に現役引退を発表した。2014年、メキシコのインドアサッカークラブであるに加入した。2002年にメキシコの CF モンテレーに移籍し、2004年にメキシコ国籍を取得した。2005年10月8日、2006FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選のグアテマラ戦でメキシコ代表をデビューし、その試合で 初得点を挙げた。2006年には 2006FIFA ワールドカップのメキシコ代表メンバーに選ばれ、グループリーグ初戦のイラン戦ではフリーキックを頭で流してオマールブラボの得点をアシストした。2戦目のアンゴラ戦ではシュートを何本も GK に阻まれ、3戦目のポルトガル戦は試合終了間際のパワープレイ要因として途中出場した。 決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦は延長戦にもつれたが、フランコは120分間出場機会がなく、チームは1から2で敗れた。2009年には、コンカカーフゴールドカップに出場し、コスタリカ戦とアメリカ戦で得点した。2010フィーファワールドカップ、北、中米カリブ海予選では6試合に出場し、最終予選のコスタリカ戦とトリニダード・トバゴ戦で、 得点した。トリニダード・トバゴ戦の得点は試合開始1分で決めたものだった。2010FIFA ワールドカップ本大会ではメキシコ代表の4試合すべてに出場した。2010年9月代表引退を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。